中川五郎寺中川五郎寺高下5年9月27日は日本における首都法の祖。本名小張朝七、別名中川良左衛門。道の区国生まれで江戸地に渡り、エトロフ島の漁場の番人を務めていたが、文化ロアダの際にロシア側の捕虜となり、シベリアに送られ、そこで首都法を身につける。五郎人事件の際に日本に送還され、 後に、松前奉行、正木藩に仕え、函館正木を中心に、首都法を広めた。明和5年、海鮮トンや小針屋、佐助の子として、道の区国川内村に生まれる。正木に行き、昇華に奉公し、やがて、正木の豪商、須原昇兵衛の世話で、今日は元年に、場所か方として、エトロフ島に渡る。とばり役を経て、 万人小頭に昇進し、島内の魚場を取り締まる。アイヌの女を妻にしていた。文化4年4月24日、ロシアの軍人、ニコライフ・ボストフに番屋を襲撃され、左兵と共に捕らえられて、シベリアに連行される。文化6年オリアカハ藩に脱走するが捕らえられ、オホーツクに送還される。翌年再び二人で逃亡し、トゴロ地方に渡るが、左兵は病死し、 彼も再び囚われのみとなり、ヤクーツクへ連行される。この頃から、マセキの商人、中川良左衛門と偽名を使う。さらにイルクーツクに送られ、取り調べを受けるが、日本に遊兵中のディアナ号艦長、バシーリーゴロブニーン中佐との捕虜交換のために、文化7年間無茶かに漂着した寒気丸の水フらと、共に日本へ送還されることとなる。文化9年2月に、 おほうつくで、首都書を入手し、医師の助手となって、首都法を習得する。同年8月4日、ディアナゴ副長、ピョートル・リコルドに伴われ、クナシリ島に上陸、捕虜交換の交渉が行われるが、失敗し、ご老児が死者に立てられる。しかし、ご老児と共に上陸した寒気丸の水夫一人が、逃亡し、帰って交渉は難航する。ご老児は、日本の役人の指示により、 ご老人は死んだとリコルドに伝えるが、これを信じなかったリコルドは通りかかった、感染、関与丸を襲い、高田や貨幣をカムチャツカへ連行した。またこの際ご老人は、日本の役人に、ご老人猿城荒造を提出している。まさき及び江戸で取り調べを受けた後、文政元年、手代として、松前奉行配下となり、その後まさき藩に仕える。ロシア滞在中から一貫して、 ロシアに悪感情を抱いていたが、その一方で、首都法に注目し、箱館正樹を中心に、その技術を実践している。文政7年、田中忠史右衛門の娘役に施したのが、日本初の首都術である。この頃江戸地では、天然刀の大流行が3度経っており、この時彼が首都を施したとみられる。しかし五郎氏は、首都法を秘術とし、 ほとんど他に伝えなかったために知る者は少数であった。彼の入手した首都書は幕府の役官馬場佐十郎によって文政三年に和訳されている。その後首都の技術は箱館の医師高木慶三、白鳥雄三などにより秋田、さらには京都に伝達され、さらに福井では笠原良作によって実践されたとされる。年月日。 川に足を滑らせ歴史。し、去年81、大正13年、十五位を追蔵された。ありがとうございます。